ので、保護建て展望台5号目、そちらの方へと入りましてからは、皆様方と V 字の谷ということで、那須谷の保険学の方をしながら、また鳥海山、秋田側から山形側ということになりますので、そちらの方も山手側楽しんでいただければと思います。花立高原牧場などを通りながら参りますので、牧場風景と、それとまた三ヶ峰高原など遠くに見ながら参りますので、風力発電の風車など多く見えてくるところになっております。それでは本当に緑のトンネルを通りながら参りますので、お腹周りちょっとゆっくりとしていただきながら、途中またマイクお借りさせていただきながら、ブルーラインの入り口よりご案内の方させていただければと思いますし、あるそうでございます。まずお店の中に入った時にお店の方とお姉さんと目を合わせてはいけないそうでございます。それで試食のところに行って試食をいただいた時に、美味しいと思ってもその場所では美味しいとは言ってはいけないそうでございます。その時にはちょっと首をかしげてその場を立ち去っていただいて、お姉さんのいないところで自分の口に合ったかどうか考えて、それで美味しくお土産に欲しいという時にはまたその場所に戻ってお買い物します。それでは緑豊かな景色など、まずはお昼の時間でお楽しみいただければと思います。花立牧場公園というところでございます。かかるところになっております。なんとなく青森に観光見どころ奥入瀬渓流がございますけれども、そちらと似ているような雰囲気で、散策など、滝までの道楽しんでいただける5メートル地点から一気に5合目まで、はい、これから上がってまいります。昨日も鳥海山裾野ちょっと見えたぐらいだったんですけれども、福島県尾瀬の方に行ったことがあるという方、日内ヶ岳という山、晴れてればまた晴れたなりの美しさがございますけれども、また山形の方へと下ってまいりますので、県の花は何でしょうか。県の鳥は山鳥ということで、ご紹介させていただいたところになっております。それではどうでしょうか。もう前の方もね、なんとかカーブ、はい、見れるぐらいのところを通りながら登らせていただいております。直径 3.8 メートル、塔の長さ 4.5 メートルの大きい太鼓、自慢しているところもございます。
ださいね。こちらが展望台になります。それで実はこの世に謎渓谷がこの右下に見えるところなんですけど、ここにこう V 字の谷でここで見えるようになっております。本当に真っ白。